didn't even get to run.皆さんこんにちは、やがてドリブル塾たくやです。今日は浮き玉トラップの解説をやっていきたいと思います。前にロングキックの解説をした時に、ロングボールもそうだったんですけど、浮き玉のトラップのやり方を教えてほしいっていうコメントを結構いただいてたので、今日その解説をやってみることにしました。まず浮き玉といっても、いろんな種類の浮き玉があると思うんですけど、今回は3つの種類の浮き玉について解説していきたいと思います。まず1つ目は自分に向かって飛んでくるボールの浮き玉、2つ目の浮き玉が上から落ちてくるボールの浮き玉、最後の3つ目は走りながらボールを受ける時の浮き玉です。この3つのやり方とポイントを解説していきたいと思います。まず1つ目のライナー性の自分の足元に来るボール、自分に向かってくる浮き玉について解説していきたいと思います。まあ、これ僕のやり方なので、やり方は人それぞれあると思うんですけど、あくまで参考程度に、僕の場合はこういうライナーで自分に向かってくるボールの場合は、インサイドか足裏を使って止めることが多いです。膝よりも上にボールが来る場合は、ももとか胸をもちろん使うんですけど、まあ、基本的に膝から下の場合は僕はインサイドか足裏を使います。まずインサイドの場合は明らかに自分の足元にノーバウンドで飛んでくる場合、こんな感じでノーバウンドで飛んできた時にこうやってインサイドを使います。この時ポイントとしては、自分からインサイドでこうやってボールを迎えに行くと、ボールがちょっと跳ね返ってトラップが大きくなってしまいます。じゃあどうするかっていうと、ボールをこうやって迎えるのではなくて待ちます。この辺でインサイドでトラップする体勢でこうやって待つイメージです。自分から決してこうやって迎えに行ってしまわないように注意したら、多分うまく収まると思います。でもう一つのポイントが、ボールが当たった瞬間に気持ち足をちょっと引くイメージです。当たった瞬間に引いてあげると、ボールの勢いを吸収することができるので、うまく自分の前に足元に収めることができると思います。で次、足裏ライナー性のボールを今度足裏で止める場合なんですけど、足裏は僕インサイドと比べると少し使う頻度は少なくなるんですけど、まあ、例えば自分のところまでノーバウンドで届かない場合とか、少し余裕があるときに使います。例えばこんな感じで少しショートバウンドするときに使うイメージです。この時は足裏でボールを止めるというよりは、まあ、足の裏と地面の間にボールを挟むイメージです。これも、まあ、こうやって自分から足を出して迎えに行くわけじゃなくて、待った状態でボールをこの角度に入れる感じです。次に上から落ちてくる浮き玉のポイントを説明したいと思います。上から落ちてくるボールの浮き玉に関しては、僕はつま先のトラップをよく使います。もちろん、まあ、スペースの状況とか相手の状況によってはこういう感じでショートバウンドのボールをインサイドで止めたり、こうやってアウトサイドで止めたりっていうことももちろんあるんですけど、基本的に自分の足元に収めたい場合はこういうつま先のトラップを使うことが多いです。ここでも足でボールをこうやって迎えに行くんじゃなくて、ボールが落ちてくるところに足を待たせておくイメージです。ボールを当てる位置はつま先のこの部分、靴ひものこの終わりのところぐらいからてっぺんまでのこのちょうど中間ぐらいで行います。そしてつま先に当たった瞬間に少し足をこんな感じでボールを引きます。あんまり強く引きすぎるとボールに触れなかったり、ちょっと変な方向にボールが飛んでったりするかもしれないので、引く強さはもう気持ちちょっと引くぐらいでいいです。当たった瞬間に少し引くとうまくボールが収まると思います。最後は3つ目の走りながらボールを受ける時の浮き玉の解説をしていきたいと思います。走りながらもらう時の浮き玉はこんな感じのイメージです。スペースに飛んでくるボールを走りながらトラップする時は、僕はアウトサイドを使うようにしてます。なんでアウトサイドで止めるかっていうと、アウトサイドで止めるとこの走ってるフォームに合わせてそのままスピードを落とさずにボールを止めることができます。例えばここでもし走ってインサイドで止めようとすると、若干この踏んだ時にスピードが落ちると思います。だけどアウトサイドでそのままこうやって来たボールを流すと、アウトサイドで止めた足はそのままダッシュの一歩目にできるので、そのままスムーズに縦に突破したり、そのままセンタリングを上げたりっていうことができると思います。もちろん状況によってはインサイドで止めることもあるんですけど、スピードを落としたくない場合のトラップとして今回アウトサイドのトラップを解説します。で、まあ、コツとしてはこれもアウトサイドでこうやって
足から迎えに行って止めるんじゃなくて、体の近くで迎えるイメージです。アウトはしっかりボールの方に向けたまんまボールを迎え入れるイメージです。これもで、ちょっとこの時にボールが当たった瞬間に少し引きます。引くとボールがうまく自分の前に落ちてくるので、そのままドリブルにつなげられたりとかセンタリングにつなげられたりっていうことができると思います。アウトサイドで受ける時の体の作り方としては、こうやって少し前に出すんじゃなくて、もしここが中心だとしたらここで待つイメージ、もも上げの状態で走ってる体勢からボールを当ててそのままついていくイメージです。でアウトサイドは、まあ、さっきも言ったようにちょっと難易度は上がるんですけど、これ成功すると自分が走ってるスピードを落とすことなくトラップして次のプレーにつなげられるっていうことは、まあ、チャンスにもつながる可能性が高くなるので、成功するととっても有効なトラップになります。なのでぜひこの、まあ、収め方もチャレンジしてみてください。で最後に、まあ、トラップ、基本的に浮いてるボールのトラップに全てに共通していることなんですけど、やっぱり、まあ、練習ももちろんたくさんやったんですけど、一番基本になってるのは僕はリフティングだと思います。リフティングでこうやって、まあ、インステップももちろんそうなんですけど、インサイドでもこうやって交互にボールをリフティングしたり、アウトサイドでも同じようにこうやってリフティングできるようになってくると、結構浮き球のボールもトラップが上手くなると思います。やっぱりリフティングはたくさん練習してたからこそボールタッチも良くなったと思いますし、今もまだ全然下手くそなんですけど、浮き球のボールは割と止めれるようになりました。なのでこういう基本的なこともしっかりやりつつ、まあ、たまにチームメイトとロングボールをトラップする練習とかっていうのもやっぱり必要になってくると思うので、練習も続けながら実践でも使うみたいなことを繰り返し試していってみてください。はい、以上が浮き玉トラップの解説でした。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。ついにチャンネル登録が4万人つきました。ありがとうございます。またこれからも少しでもいいきっかけになれる動画を作っていけたらと思うので、これからもぜひよろしくお願いします。もしこの動画がお役に立ってたら、いいねボタンをよろしくお願いします。またいち早く動画を皆さんに見てもらえるように、ぜひチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.